寝てました。寝てました、何っつって。撮っちゃいましたよ。ご飯。ご飯だよ、ご飯。あったかかった。今日暑かったよね、ここ。ね。つけーなー、みたいな顔して。でもあなたたち暑いところの出身でしょ、うん、だから冷たい土の中にいるの、砂漠の。ジャンガリアンは違うのかな、うん、ジャンガリアンは違うんだ。ああ鼻がもう台湾とか韓国が多いよね。うん。アジアじゃん。日本じゃないんだみたいな。うん。うん。でもアジア圏ではあるからね。うん。ココちゃん、いい音してるね。え？カリ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 。何？いい音立てて食べてるよ。カリ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 。美味しいからね、カリカリ。明日は、明日は土曜日だ。日曜日はあれかな、朝早く起きて、遅く起きた朝に見るかな。それバッテリーがないっつってるよ、ココさん。ちょっと誰？誰？高島さん。高島さん？うん、あのバイオリニスト。ああ、はいはいはい。音楽は世界共通語かもしれないけど、うん、言葉は通じないね。
面白いな、うん、おバカなんだ、実はおバカなんだ、そんなわけねえじゃんって思われたよ、うん、ソープを向いて食べないで、こっちこっち向けよ。私はホームシックになんかなったことね。鶴瓶です。エネッションだ。ん？エネッションだっけ？なんてだっけこの番組。エネッションってなっけ？じゃあ A スタジオ。あ、A スタジオか。